はい、いきなり始まりました。ヒョンのちょっとした雑談のコーナーですね。今月、10月ももうそろそろ終わりますけど、10月の終わりと言ったら皆さん何を想像しますか？そう、かぼちゃでドッジボールハロウィンですよね。まあハロウィンって言っても自分何もやることないんですけど、またあれかな、あそこら辺でね、人たちがいっぱい集まって散らかすのかな。まあ一つのイベントとしてね、みんなお盛んになるのはいいことなんですけども、後片付けしないよね、ああいう人たちって。まあ俺の家の中も似たようなもんなんですけど、でもあれじゃん、外じゃん、みんなが使う場所だからさ、片付ける人たち大変よね、あれね。しかも片付けてる人たちほとんどボランティアみたいなもんでしょう、あれ。はあ、やってらんないよな。そしたらある人はこう言うんでしょうね。ほんならお前は片付けてんのかよ、街の中を、よ。片付けてませんけど。ちゃう、俺が片付けるとかじゃなくてさ、お前らが片付けれ。そんな話はどうでもいいんだよ。まあね、ここからが本題、本編に入るんだけど、1000人行ったよね。そう、この俺が1000人行ったんすよ。ちょ、ごめん、未だにマイクとの距離感がちょっとよく分かってないから、ボフボフなってるかもしんないけど、もうそうそう、1000人行ったんすよ。みんなには言ってないから気づいてないかもしんないけど、いや、言っとくけど1000人行くってすごいことなんだからね。みんな、周りのみんながすごすぎるからちょっと紛ってるかもしんないけどさ、自分がだよ、自分が1000人行くって思わんじゃん。いやー、あの時の嬉しさは今も残ってるね。あれは嬉しかったなー。1年ぐらい前かな。多分そんぐらいだと思うんだけどさ、200とか250ちょいとかだったかもしんないかな、登録してくれた人たちね。そっからね、1000人までぐーんとね、登録してくれる人たちが増えてね、もうびっくりしたよね。確かに目標にしてた数字ではあったんだけど、いざもう1000人迎えたっていう時はね、あれはすごかったね。じゃあ次お前1万人目指してるんだろ。行きたいね、行きたかったな。いや、その前に5000行きたかったね。俺にしては頑張ったでしょ。ねえ。拙い編集と、この自前のこの声で、もう一回、パソコンで実況撮りたかったな。もっといろんなゲームをね、実況できたり、配信とかもしたかったな。そうだ、まだ中途半端な、青鬼だ。青鬼だけ。青鬼 X。最後までやってから、そうだ。青鬼はちゃんと終わらすわ。それはね、ちゃんとしとかないと。青鬼にもお世話になったからね。青鬼にお世話になったってなんかおかしいけどさ。いや、本当に1000人行ったのがマジで嬉しかった。いや、お前何回言うんだよって話だけど、ほんとそれぐらい最終目標だったからね、1000人が。え、少なーって思ったやついるだろ、今、おい。おい。俺ん中ではね、1000人は高い壁だったんだよ。俺は自分を褒めていくタイプだから、褒められて伸びるタイプだから、多分。でも褒められたら調子に乗るタイプでもあるから、難しいよね。いやー、これからね、伸びてくる実況者、出てくると思うよ。ツイッターとかでね、よく見かける人とかいるんだけど、まだ埋もれてるだけで、いや、すでにもう目が出始めてる頃なんじゃないかな。ちゃんとサムネイルが凝ってたり、こだわってたり、編集をこだわってたりしてて、そのうちみんなも気づくんじゃないかな。いやー、楽しかったな。そういえば俺、なんで実況始めたんだろうな。いつの間にか始めてたんだよね。もしかしたらね、これを見てくれている活動者の人、あなたのところにもお邪魔するかもしれませんね。それではね、ここまでやってこれた自分に、頑張ったで賞を受賞したいと思います。それじゃあみんな、せーの。何それ。